どうか、これからもノクティス様のことを支えてくださいますよう、お願いいたします。ノクトを支える？僕が？僕でいいの？一緒にいていいの？ノクトも。みんなもそれを望んでくれている。そうだった僕、そうだった俺。行かなくちゃ。アラネア、俺も行く。ちゃんと決着をつけるよ。過去にそうしたいって自分で決めたんだ。足手まといなら置いてくよ。Thank you.
ここか。いよいよだね。乗り込もう。やるか。冴えない顔してんじゃないよ。
情報によると最深部に新型がある。新型って今までの魔導アーマーとどう違うの？バーサタイルは魔導アーマーと融合して自分を改良し続けるつもりらしい。奴の作った死骸はインソムニアを壊滅させた。破壊するなら今しかないね。出ないと大変なことになる。急いだ方がいいね。ターゲット発見。排除せよ。ターゲット発見。排除開始。今だ。
どんだけ。やばい。やっと片付いたね。24年10月24日記録。魔導兵の量産体制が確立したことにより帝国はルシスを圧倒し、インソムニアは包囲下にある。だがこれで満足するのは怠惰である。地下死骸を生成する際にごく稀に失敗として生まれる死骸、その非順応性ゆえに死骸そのものの利用は考慮されていなかったが、魔導兵を凌駕するあの力を利用しない手はない。思い返せば私の研究は死骸と共にあった。死骸研究を進め、死骸そのものを利用できればさらなる躍進につながるは必然である。我が研究こそが帝国の基盤である。狂ってこいつ、正気じゃない。